韓国俳優のミヌ側が、女優綾瀬遥香との熱愛報道について事実無根との公式立場を発表した。日本の女性セブンは2日発売を前に、綾瀬遥香とのミヌの熱愛報道を予告。同メディアは綾瀬遥香とのミヌが2年前、知人の紹介で知り合い、恋人関係に発展。本格的に交際をスタートさせたのは2018年7月、のミヌが除隊した後との内容を伝えていた。 同件と関連し、ノミヌの所属事務所 MJDREAMSYS 関係者は韓国メディアドンガ .com の取材に対して熱愛説は事実無根と否定。また、綾瀬はるかの所属事務所も友人ですがそれ以上の関係ではありませんと回答したことが分かった。